今日はあの、ブリーディングね。え皆さんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかとすみちゃんです。ゆかすん夫婦です。はい、それでは今日は何をしていきますか。今日は皆さん、はい、最近大阪とかすごい行くんじゃないですか。うん、なんで私もすごい大阪行くんですね。うん、仕事もあったり友達もあったり、うんうんうん、ねえ、いろいろあるんや。ね、疲れてんだちょっと大阪はみんな行くけど、うんうん、なんかみんななんかちょっと足りない感じのなんか大阪旅行が嫌だってさ聞いたことない。だから今日は私があの皆さんが大阪行くの、うん、っていうか一泊だけ行く人たちらとか、うん、すごい短く時間ない人たちらにちょっとおすすめのちょっとコースとか、うん、今回はすごいオタクティック、オタクチックな、はい、すんちゃん旅行、はい、大阪編、大阪編です。一緒に見ていきましょうか。はい、はい、それではおおきにー、いい音楽だぜこの音楽を大阪、これはどこ。あ、インチョン空港です。いやこれやっと一泊もらって行ったじゃん。ソウルから行ったのか。そう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 、ここがナンバー、うん、あの、トトンブリのとこですね。うんうん、でもここ本当にね、まああのプリコさん、うん、違う、グリコさんなプリコさん、ごめんなさい、すみません、外人ですから、理解して、すみません、あのクリコさんがいるじゃんね。でもクリコさんがあの女の子に変えたじゃん、最近。え、知らなかったの。本当、なんか契約、ああ、ちょっと待って違うから、なんか友達がね、大阪の友達がクリコさん女の子に変えたよって言ってじゃあまずここで一回説明します。あのトトンブリにはあのすごい観光客がいっぱいいります。まあもちろんなんかミョンドンってきてた感じ、うんうん、じゃあそうだね、うん、でここにはとうちらのお宅にはなんていうか、どうせ買い物もしないやろあなたたちら。なんで買い物する理由はない、うちらは。うん、うん、ここでお金使う量にひとみちゃんに使おう今びっくりするやんな、ひとみちゃん見てるひとみちゃんちょっと頑張って練習とか、こういう、これがあの大阪のね。で私絶対行くとこはニトリです。ニトリほんと大好き。ニトリは本当に韓国料理安いのもいっぱいあるし、日本しかないものがあって、うん、例えば日本のスプーンとか、はいはい、日本のお皿とか、うんうん、そういうのお土産でもいいし、そうです、うん、普通になんか日本なんか市場で売ってるなんか変なお土産じゃなくて高いし、うん、確かに、うん、でこういうニトリとか行ってちゃんと日本のものを買った方がいいと思います。一つオタクの旅行ニトリ、はい、じゃあ次何、ここビッグマック行きましょう。ビッグカメラ、ビッグカメラを行きます。ビッグカメラはやっぱ電気商品、うん、大きい電気商品のとこだから。そうだ、ね、一応うちら海外のカードを持ってますからね、うんうん、それ持っていったらビザカードとかマスターカード持っていったら一応 5% 割引になって、うん、手数料タックスプリをもらったらなと。8%だっけ冬はおすすめのものは、うん、これです。こたつ、こたつです。安くていいんですよ、韓国で買う量に5000円ぐらい。こっから割引、うん、あ、そっかそっか、こっから割引 5%、 これ免税の値段だからね、もう あ、そうなの。そうそうそう、日本はね、こっからまたプラスして低収入かけて、だから行った時びっくりするのみんなえ、ま、そう、税込みと税抜きがあるんだけど、ちゃんと見てください、ね、税抜きで書かれてるとこういうふうに、後で計算の時に手数料プラスになるんだよね。でもうちらの仲間たちらそれ怖くてさ、また言えなくて、なんで会計して終わって、しめなんで高いんだろう、500円まれわこの子はね、後ろで私をこうあやってすんちゃん行け、なんで高いか言うて私は、はいなんで高いんですかとか、いつもこんな感じだからね。この子はね、ほんと幸せもんだじゃあ、で高いのは、うん、またあの8000円のやつもあるけど買ってた、本当に買ってたよ当たり前だろ、このために今年の冬はいたのなんで買った買ったよ、安い値段で。私、ちょっと
これ私全部割引でなんぼで買ったっけ、なんぼやったんかい。4700円ぐらいやったかな多分。あ、それぐらい買って、で韓国の今といったら1万円以上なの、そうセットで。あの10万のマージャン。だからこれ買ってきて韓国で使ったら最高。確かに。居酒屋オープンしましょう。あと。やばい。3つ目はゲイン台東ステーション。言い方がもう。うわあの。幸せ、もうみんなわかるやんな、ここ入ったら、うわー、私ね、ドラゴンボールのフィギュア集まってるんですね。これゲーセン？ゲーセンじゃないの、ここは。あ、ここはまたあのオタクストリート、オタクストリートって言うんだよ。お前、オタク100万人がお前のことみんな嫌われてんだよ。気をつけて、そう。はいはいはい、すいません、すいません、皆さん、はい、意外とこの動画長くなっちゃったので、はい、一回ここで切って、はい、第2弾は次回に続いてアップしようかなと思います。今絶対なんやねっていう仲間たちらもいると思うんですけど。そう、それがね、人生さ。そう、だから週末はゆかすん動画を見て楽しんでください。はい、絶対おもろいと思います。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。十分チャレンジですね。はい、インスタグラムとツイッターのフォローとチャンネル登録もお願いします。お願いします。またすぐ会いましょう。明日会おうね。バイバーイ。